エッグコーヒーエッグコーヒーはロブスタッシュのコーヒーに卵黄、砂糖、加糖練乳を混ぜて飲まれるベトナムの伝統的な飲料。エッグコーヒーは溶いた卵黄に砂糖とコーヒーで作られ、そしてカップの半分ほどコーヒーを注いだ後、卵黄を温めて溶いた同量のエッグクリームを注ぐ。バズフィードはエッグコーヒーを液体ティラミスと表現した。エッグコーヒーは ハノイのカフェで提供されており、1950年から定番となっていて、アルバリスタはどのカフェメニューにも書いてあると表現している。エッグコーヒーで有名な行運カフェは、トリランをコーヒーパウダー、加糖練乳で作り、トッピングとしてチーズを加える。温度を保つため、温水を入れたボールの中にカップを入れて提供する。カフェ創業者の息子は、父が、 ベトナムで牛乳が不足した際に、乳製品の代用品として、卵黄を使用したことから、エッグコーヒーのレシピを考案したと主張している。2014年には、ホーチミン市のカフェで、エッグコーヒーの提供が開始された。ハノイストリートフードツアー、グレージング、ベトナミーズスタイル。テレグラフ .co.uk2014 年12月4日、閲覧。 エッグコーヒーメイクスワールドトップ10ベストドリンクリスト。ザ・ボイス・オブ・ベトナム。2014年12月4日閲覧。ハウス・アラナ・ザ・ワールド・エス・ウィデスト・コーヒー・エクスペリエンシーズ。HERALDSUN.com。AU2014 年12月4日閲覧。ABNPDKIN&FILEDUNDERFEATURESEXEMON。 コピーライト、オイマガジン、2014年12月4日閲覧。インハノイ、アンアドベンチャーフォーコーヒーラバーズ。ウォールストリートジャーナル、2014年12月4日、閲覧。ありがとうございます。